任務完了。あるミッションありけり。組織の女と組んで一芝居打ち、ターゲットの人物を印象操作するのだ。まず彼女がターゲットに出会って保険証を落とす。それを通りがかりの私が拾い彼女へ手渡す。これによりある効果が得られるという。構想の全体像はつかめない。所詮私は組織の歯車の一つに過ぎないのだ。彼女とターゲットはレストランに入った。少し遅れて私も入店。先ほどこれを落としましたよ。保険証を彼女に手渡す。あら、どうも。彼女は微笑み、そっけなく受け取る。任務を済ませ、腹が減っていることに気づく。奥へ進んで食事にしよう。昔の会社の同僚や上司が会食を終えたところ、皿の上にハンバーグが残っている。とにかく何か料理を持ってきてくれ。店員に頼む。そこへ兄がやってきて文句を言う。なぜ昨日は家で食べなかったんだ？こっちの勝手だろという気分。変な時間に食べて眠くなったから寝たんだ。兄は怒り、殴りそうな気配。なんだと？私も腹が立ち、箸を逆手に持つ。殴るなら箸の先で突き刺す気構え。殴るに殴れず怒りに震える兄の顔。やるならやってみろ。こっちは本気で突き刺すつもりだった。